どうもこんにちは、しもべーすしゅんじです。今日はダイソーさんで見つけましたこちら動物フィギュア昆虫4体を見ていきます。ダイソーさん、新しいね恐竜フィギュア売ってたんだけど、昆虫フィギュアも売ってました。でカブトムシがこれね3種類あるんだけど、 A と B があってね、あの B が被ってんすよ。なんとあの C じゃなくて ABC じゃなくて ABB になってました。であと、クワガタが1体で、もしかしたら僕が行った店はねこのクワガタ1体しか行けなかったけど、他にもなんかねいてるような気がするんですよ。でカブトムシもあのねヘラクレスオカブトがラインナップにねいてないから、本当はあったのかもしれないよね。あの人気があって売り切れたとかのような気がする。そこそこねサイズの大きいこちら昆虫フィギュア、それぞれお値段がまあダイソーさんということで100円、安い。もうパッと見ても形そんな悪くないんだけど、でこのサイズで100円って正直信じれないですよね。破格ですね、めちゃめちゃ安い。はい、ということでではね早速、見ていこうと思うんですが、チャンネル登録がまだの方は登録、よろしければ高評価の方もここでお願いします。まず1体目、動物フィギュアカブトムシ B、 もうメジャーなカブトムシから見ていきましょう。でこれ B なんだけど、もう1種類 B があって、これは5本角のカブトなんですよね。なんで B がね2種類あるのか、たまたまこれ付け間違えたのかもしれないっすよね。ではこちらですね、カットして、こちら全長が約11センチ、コガネムシ科のカブトムシ、色は黒のもう単色となってますね。はい、下の方も黒で、本当もう、黒なんかちょっとこうねベージュっぽい色とか入ってたりすんのかなって思ったら、全くそんなことはないね。はい、で、上肢ですね、羽の部分こうパカってこう開いたりはしません。はい、でなんだろうね、綺麗なこうまん丸の形になってるかな。はい、少し光沢感がありますかね。はい、で頭部分ですね、胸部はちょっとこう、丸くなってて可愛らしい形、そして短いね胸郭にですね下から生えてるこの頭角、かっこいいっすね。先端はこうブワッとこう広がったね角になっててかっこいい。そして目ですね、複眼があって触覚で、あと、前脚中脚後脚とあるんですが、こうところどころこう尖った部分なんかあってね、この辺なんかものすごいリアルな造形になってますね。でこう柔らかいからこうやってね動くんだけど、触眼の昆虫フィギュアのようにこうくねくねとこうね動かせたりはしませんね。はい、で下はねこんな感じ。はこの辺のプニプニ感とかちょっとリアルじゃないですか。はい、で下から見ると、下から見てもね、よくできてるね。アニアのカブトムシと並べるとねこんな感じとなってて、アニアよりもサイズはかなり大きい。はい、ビッグサイズとなってて、そしてですねこのクオリティで100円ですからね。安くないですかこれこれすごいよね、形本当にいいわ。2体目、オスはですね頭と胸合わせてですね5本の角が生えてる5本角のカブトの、フィギュアを見ていきます。全長が約ね12センチとなってて、これはねなんと単色ではない、まあ、あの黒とあと上肢この羽の部分が、何これちょっとゴールドっぽいね色になっててかっこいい。ちょっとね高級感あるね。でこの真ん中は黒くなってると、羽はね残念ながら開くことはできないんだけど、いやいいじゃんこのねこのゴールドっぽい色がかっこいいですね。でさっき言いました、この兜はですね特徴的な、5本の角が、生えてるんだけど、頭部分ですよね、ここに4本生えてます。はい、短いの上から2本生えてて、あと下にさらにこうちょっとこう長めの角が生えててですね、で下からこう突き上げるように頭角がニョキッと1本、さっき見たカブトムシと違って先端は広がってなくて、こう針のように尖ったね形になってる、まあこんな感じで、しかもねちょっとこう曲がってるからすくい上げるの得意じゃないこれ
ね、バトルした時とかめっちゃ強そう。またね、この上のこの小さい角がなんか引っ掛けて、うまいことこうなんか敵持ち上げそうですよね、引っ掛けながらね。足ですね、前脚中脚後脚でですね、はい、まあこれもね、ことがあった映像系になってると。まあこんな感じでですね、下から見るとこちらとなってますね。アニアの五本角カブトのフィギュアと並べるとですね、こんな感じ。あの羽の色が、まあ全く同じではないけど、ちょっとこう似た色になってるね。そして角ですよ、この頭角がね、この反れ具合とかも結構似てんじゃん。これはすごいね。ただ、この短い方の長さは、ちょっとアニアの方が尖った感じでかっこよくなってるね。で、こっちの方がやっぱなんか少しソフビ感が出てるね。3体目、カブトムシ A を見ていきます。全長が約13センチ。さっきの5本角カブトのように角がね、いっぱい生えてるんだけど、これは長いっすね。上2本がめちゃめちゃ長い。コーカサス。オオカブトですかね。これ名前書いてないからね、間違えてるかもしんないんで、もしこれだっていうのがあったらぜひね、コメント欄に書いてくださいね。こちら色がですね、黒の単色になってる。さっきのはね、2色だったんでね、これも色つけて欲しかった。ただこれね、羽の形がすごくないですか。このボコボコ、上肢の形めっちゃいいよね。ものすごいリアルじゃないですかこれ。なんでこれだけすごいんだろう。で、頭部分ですね。つるんとしててですね。で、こう、横から、こう、なんでこう、長い、クワガタのお顎のような角がね、生えてんすよ。で、下から長い頭角が生えてるんだけど、この頭角に負けないぐらい長いのが、胸角がね、生えてて、で、あと真ん中に短いのがあると。素敵すぎる、この形。コーカサスオオカブトはね、アジアで一番大きくなるカブトムシの仲間みたいで、そう、一体目のカブトムシと比べるとやっぱり大きいですもんね。はい。で、この、下の頭角ですよ。真ん中、出っ張りがあってね、こう、クワガタの内歯のようなね、のが、こう、ぴょこってあって、かっこいい。で、複眼がね、ちょっとわかりにくい。え？これか？え？この辺かな？めっちゃ小さいんだけど、これ。目が。これでしょ多分。ものすごい小さいですね、これね。で、触覚があって。で、前脚、中脚、後脚ですね。の形はね、なんかどれも似た形になってる。で、可動はね、しませんね。はい。で、下から見るとね、こんな感じとなってますね。下も、黒一色となってます。いや、いいね。この角のね、反れ具合とかものすごいかっこいい。アニアのコーカサスオオカブトと比べるとですね。ね、アニアの方は羽部分が綺麗な緑だったんだけど、うん、この子は、黒単色。まあ、黒単色でもね、かっこいいのはかっこいいっすよね。ただ、やっぱ羽のボコボコ感は、なんでこれだけめっちゃリアルなんだろう。すごいね。最後のフィギュア、クワガタ A を見ていきます。全長が約13センチ。さっきの、カブトと比べると、厚みがなくてね、ペラッとした体になってる。このクワガタは、ノコギリクワガタじゃないでしょうか。多分、体の色はね、黒っぽいんだけど、黒ではないですね。ちょっとこうなんか茶色も入ったような、色になってて、カブトムシとね、見比べるとこんな感じなんすよ。ちょっと、ね、赤みのある色も入ってますよね。クワガタ、体がね、薄くてペラペラっすよね。さっきのカブトと、はい、もう一度、見比べるとね、こんな感じで、厚みがね、全然違いますね。まあ、ね、昆虫買うときに、カブト買うか、クワガタ買うか、まず悩みますよね。皆さんどっち派すか。僕ね、小さい時はね、このカブト好きだったんですけど、やっぱね、途中ぐらいから、うん、クワガタいいなって思って、うん、こっちが好きになった。特にね、小さい時は、この子可愛いっすよね、クワガタって。はい。で、このね、上肢、結構こう、スラッとしたね、長い、上肢になってて、でもこれもね、こう開いたりはしませんね。で、体はこんな感じ。ちょっとこう横に広がったね、体になってて、で、頭部分もこう横に広がってますね。で、この、目はね、複眼はこの横にあって、サメで言うとね、シュモクザメのようなね、感じですよね。ちょっと離れたところに目があって、まあ、この辺なんかもものすごい可愛いですね。
でちょっとこう角度を変えてみると、この真ん中がねへこんでてボコボコっとした造形になってて形いいんです。で触覚はですね、またあのカブトムシと違った触覚で少しこう横に広がってますね。で、クワガタの特徴、大顎ですよ。来ました。はい、かっこいい。これもうこのちょっとここ上に上がってまた垂れてこんな感じ、もうこれはノコギリクワガタじゃないですか。内側に尖った内歯があって、この辺の造形なんかも細かいですね。アニやノコギリクワガタのフィギュアと見比べるとね、こんな感じですね。どうですか。多分ノコギリクワガタで合ってると思うんだけどね、これは。なんか大顎の形がなんかやっぱそれっぽいんですよね。素材がね塩化ビニール樹脂なんで、もう柔らかいからね、まあこんな感じでこうね大顎開けることできるけど、可動はねできるようにはなってないと。これ残念。動かせたらよかったんだけどね。で下から見るとまあこんな感じとなってますね。昆虫フィギュア4体ねご紹介したんですが、どれもねサイズが大きくて形良かった。で5本図の兜はこう羽のね色が違って、これだけちょっと特別感ありますね。で気になるのはやっぱねクワガタですよ。これがね1体しかなくて A しかないから、もしかしたら平田クワガタとか B があるような気がするんですよ。もし皆さんのお近くでこうクワガタ B があったら、ぜひ教えてくださいね。教えてください。なんだ売り切れかな。あとカブトムシのキングといえばヘラクレスオオカブト、これが今回ラインナップに入ってたのかちょっとわかんないけど、僕が、買ったお店ではいなかったんだけど、これいてそうじゃない。だいたいなんかヘラクレスオオカブトってフィギュアでなんかねで出ること多いよね。やっぱ人気高いから。最強図鑑ソフビのヘラクレスオオカブトの、ソフビですね。とはい、ちょっとカブトムシをね見比べるとこんな感じでですね、さすがにねこのソフビよりは小さいけど、いやこれのヘラクレスオオカブトがあったら結構いい感じになったんじゃないのかな。最後、アニア昆虫大決戦スタジアム、僕の視聴者の方もねこれ購入したっていう連絡いただいたんですが、これねセットの仕方によってはね全然楽しさ変わるんで注意してくださいね。ちゃんとフィギュアをセットするとこうバトルしやすくなってね面白くなるんで。で、これもう今小さいフィギュアセットしてるんだけど、ここにねセットできるかな。これできたら面白いなって思ったんですよ。無理かな。これでもねセットできたら遊べますよ。これ100円のフィギュアですからね。はい、ちょっと厳しい。これやっぱでかすぎだよね。これでかすぎ。ノコギリクワガタどうでしょう。幅はね狭いから羽部分でしたらいけんじゃない。あーなんとかいけたけども出すぎてる。レバーを持ってはいあ、もう一瞬でやっつけた。っていうかもう自分も落ちちゃった。コーカサスオオカブトでしたら、ここに、綺麗に、はまる。もう一体はね、ダイソーさんのフィギュア大きすぎるんで、アニアのフィギュアを、こうセットのフィギュアをね、こう置いてですね。はい、バトル!どう?これは、あ、一応勝ったけどバトルになんねえ。なんか巨大昆虫すげえこれちょっとねセットはできたんだけど、バトルっていうバトルになんないね。これ大きすぎるし、すげえ、おお、すげえ投げ飛ばした。こちらダイソーさんで購入しました。動物フィギュア昆虫4体、ご紹介したんですが、サイズも大きくて形良かったっすね。で僕はねこれ4種類しか見つけれなかったんだけど、もしかしたらねほんとねあと他にもなんかねラインナップでいてそうな気がするんで、もしお近くのねダイソーさんでなんか新しいの見つけたらね、ぜひね教えてください。で、あと恐竜フィギュアも、新しいのがね、視聴者の方から教えていただいたんだけど出てましたんで、そちらの方もよかったらぜひね、チェックの方してくださいね。はい、ということで、今回はこの辺で。チャンネル登録がまだの方は登録に、よかったらコメント、高評価の方もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。